皆さんに報告があります。はい、ちょっとマスクつけていいですか。はい、席の場所にちょっとしていきたいと思います。すごい笑うじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。ね、本当に私は聞きたくないです。なんかそういう報告はあまりいい印象がないんですよ。セイは9月いっぱいをもって卒業することになりました。ごめんなさい、急な報告で。ドキじゃないです。本当に9月いっぱいでピンカーテ TV を卒業します。3月ないですか。じゃないです。ちょっとじゃないですか。そうなんですよ。ごめんね、みーちゃん。なんかすごい急なんですけど、ちょっと夢のために集中しようっていうことになって、一旦モデル業をお休みすることにして、夢を叶えるためにいっぱい努力するので応援してください。ごめんなさい、頑張ってるね。ありがとう。ドキじゃない、ドキじゃない、ドキじゃない。ネタまでしか今で言えないんだじゃん。だね。9月いっぱいっていうのは9月の撮影でってことですか。そうです、9月に終わって、もうそこから来ないです。遊びに来ていい。なんか本当に無理なんだけど。本当に無理なんだけど。本当に無理なんだ。はい、こういう報告の動画です。これだけ、こういう、そう、9月末でセリはピンカーテ TV 卒業しちゃうっていう結構急な発表だったんだけど、本当だったらね3月に卒業になって、まあ、その卒業発表の時に第一印象だったり思い出とか話してるから、ちょっと今日は急な発表になっちゃったんだけど、みんなセリとの思い出を言ってって動画終わろうかな。ずっと言ってるんですけど、セリちゃんと初めて会ったのが事務所の次の前で、正直最初ちょっと暗くて顔見せて、めっちゃもうブラックピンクみたいな感じの雰囲気で、めっちゃかっこいいのに可愛いみたいな、なんかめっちゃ好きだったんですね。でまさか入ってくると思ってなくて、もう入ってきたらもう嬉しすぎて、セリちゃんと一緒にピンカーテできるんやと思って、めっちゃ驚きと喜びがあったのをすごい覚えてて、なんかめっちゃ出てきてから早いなーみたいな、こんな早く終わっちゃうんだなーって思ってすごい悲しいし、一緒に卒業したりとかすると思ってたから、すごい見てかないでじゃないけど、たくさん卒業をね見てて、なんかすごい行かないのしじゃないけど、すごい卒業しないのし、卒業しないのし、本当にすごい面白くて、なんか見た目ねすごいかっこいい感じなのに、すごい弾けてるんですよ。本当にすごいキャラすごい面白くて、今後もピンクラテのお笑い番長みたいな、あなたに今もなってるんですけど、そんな感じになってたのですごい寂しいです。行かないでください。思い出は撮影とかっていうよりも楽屋が一番濃いかなと思います。休憩時間ですね、ちょっとの時間とかでもすごいなんか面白いことずっと言ってて、なんかすごいずっと笑わしてくるんですけど、腹筋痛いんですよ本当に。なので、ずっとそのままいろんな場所に全部みんなを笑わせるような存在でいてほしいです。ありがとうございます。一緒に入ってきたし、ね、すごい。
なんか一緒にせいちゃんの撮影が被ることが少なかったから、最近会えてなかったし、2ヶ月ぶり、うん、私もそう。で笑ったんですよ、一緒に。楽しかったです。メイはセリちゃんと初めて会ったのか、多分キラチャル、で多分ゼイムだったんですよね、ステージ立つ順番が。で、あ、可愛い子いいなと思って、でインスタとかも見てたから知ってて、セリちゃんのこと。実物もすごいなんか美人で可愛いなって思って、まあ、すごい静かそうだよ、その時は印象ね。終わってその時は、そう静かそうだなって思ってたんですけど、一緒にピンクラテ入れることになって話していくうちに、なんかすごい騒がしくなってて、いつも面白いし、すごい笑かしてくれるから、どの撮影もセリちゃんみたいな、お腹抱えながら帰ってたんですけど、抱え痛かったからそう。でも撮影帰りとかたまにご飯行ったりとか、ブラブラしたり、すごいくだらない話したりして、ね、バカ笑いしてたんですけど、なかなかできなくなってしまうってことで、すごい悲しいです。でもね、読売ランドの撮影とかも本当ずっとね、同期で入ってきた時からすごい仲良くしてくれてたから、言っててもね、なんかめいちゃんがその帰りの電車とかで、その中3で卒業しても、めいちゃんより早く卒業するから嫌だなって感じしたのに、それよりも早くなっちゃったから、ごめん。かわいてきてね、夢。かわいいよね。頑張って。ありがとう。アリアが入ってから、まだあんまり経ってなくて、セリちゃんともあんまり同じ時に撮影とかができなかったから、なんかもっと一緒に撮影したかったし、もっと笑って楽しい時間を過ごしたかったなって。なんかマリアちゃんとは結構本当にちょっとしかなかったから、ぜひもっと一緒に撮影したかったです。はい、私はそのせいちゃんの夢をすごいずっと前から応援してたし、絶対叶えてほしいってずっと前から思ってて、すごい大変なのをすごいいろいろ話してて、すごい理解はしてるので、まあ、頑張ってほしいなっていうのと、あとよくね、2人でダンス動画を撮ったりとか、そういうのもすごい思い出だし、一緒にダンス動画を撮ることができなくなっちゃうっていうのも悲しいし、こうやって一緒に撮影できなくなるっていうのも悲しい気持ちでいっぱいですなんかそのレイラちゃんには結構相談乗ってもらったりとか、いろいろ話してて、そのダンス企画の時とかもすごいいっぱい迷惑かけちゃったけど、いつも優しく教えてくれて本当にありがたかったし、入った時にすごい優しく挨拶とか教えてくれたのもすごい覚えてるし、同い年ですごい心強かったです。すごい3人で、あのゆなちゃんと私とスイちゃんで一緒に卒業しようねとかそう3人で話してたのにって思うと寂しいです。卒業は嫌だ。ずっと一緒にいればいいんだけど。
ごいいいことだし、絶対に叶えてほしいし、みんなすごい応援してるから、本当にいつでも遊びに来てね。会えないわけじゃないし、はい、うん、会いに行きます。うん、会いに来て、いっぱい。9月の末までは動画も更新されていくので、それまでセリを応援してください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。